はい、どうも、ガクチャンネルのガクです。今日またね、いつものドローンの練習場所に来てますけど、実はね、今コロナのね、感じであまり表出たくないということで、もずっと家にね、引きこもってます。ドローンもね、飛ばしには行ってなかったんですけど、今日はね、ちょっと、飛ばしに来ました。これね、もう話すと長くなるんですけど、前にファントムがね、僕の持ってるファントム4プロが故障したっていうね、ことをお話ししてたと思うんですけど、それが戻ってきましたよってね、お話をしたと思うんですけど、実はね、戻ってきた時に自宅の中で、プロポとね、機体電源を入れて、ちゃんと動くかなっていうね、モーター動かしたりとかまでは確認してたんですけど、実はね、また問題が起きたんですよ。実際ね、それでテスト飛行ね、行ってみたんですけど、そしたらね、どんな状態になってるかっていうとね、ちょっと画面切り替えます。音はね、消しておきますけど、つけといてもいいかな。とりあえずちょっとあんまりいい映像ではないんですけどね、こんな感じでした。どうぞ。はい、ということでね、今見ていただいたように、分かるかな、ちょっとね、オズモポケットでね、簡単に撮影してたやつでもうピントも合ってないような状態だったんですけど、もう飛ばすとね、数メーター上げただけでね、もう1、2メーターくらい上げただけでもう通信が消えちゃうんですよ。でもおかしいなっていうことで、さっきの映像では、ドローンを置いた状態、電源入れて置いた状態でちょっとね、徒歩で離れたら、もう離れただけでリンクが切れるっていうね、状態でした。実際ね、修理を出して、機体交換ということで私になったということをお話ししてたと思うんですけど、で安心してたんですよね。だから特にね、飛行っていうか、なんていうかな、飛ばしに実際テスト飛行行くまでもちょっとね、時間が空いてたんですよ。危なかったんですよね。これ DJI のね、修理規定を見てると、修理が届いて、機体が戻ってきて受け取ってから15日だったかな、15日以内に問題があれば言わないと対応してくれません。で、一回僕、ここで、やってみて、DJI に言ったんですよ。メールでね、問題が起きてますと。そしたらやっぱり場所を変えてくれ、僕もね、一応電波環境とかいろんな状況あるのでっていうことは書いたんですよ、メールでもね。一箇所でしか試してないけどこういう状況ですと。ただやっぱり DJI の方からは場所をね、変えて、もう一回試してくれと。で、そのメールがね、またおかしいんですよ。試してくれっていうのはいいでしょ、ただ15日の範囲を超えてしまうと対応できませんからって書いてるんですよ。いやいや、問題もう起きてるのにどういうことなんだっていうね。もうこっちからそれは何も申告がなくて15日過ぎてしまったんだったらまだ話は分かるんですけどね。だけどもう言ってるのにね、なんかね、そういうところにね、ちょっとなんていうかな、最初はすごいね、好感を持ってたんですよ、 DJI の修理対応ね。だけどなんかね、ちょっとね、だんだんムカムカしてきてたんですね。で、今日はファントム4プロがまた再度、戻ってきて、結局はやっぱり基板異常かなんか書いてましたよ。で、また機体の変更ですよね。なんかもう機体交換して戻ってきたりね、なぜかまた機体交換ね、こういうことになってます。で、
実はね、それ以外にマビックエアね、修理に出していたっていうことをまたお話をしてたと思うんですけど、それもねちょっとねいろいろあってねムカムカと来てるところがあるんで、それはねちょっと別のお話でね、動画で、ちょっとお話しようかなとは思いますけど、まあ、今日は、とりあえずね、ファントム、のテスト飛行ということでね、来てます。まあそれをねちょっと飛ばしてみます。今からこれで飛ばなかったら本当びっくりですけどね、まあ、自宅ではちょっとね離して、飛ばしてないですよ。置いた状態で離れてみて通信どうかなっていうのは見ましたけどね、それはなんとなくはいけてそうな感じだったんで多分大丈夫だと思いますけど、飛ばすのでちょっと見てみてください一緒にね。はい、ということで、まあ、今日はね、まあ、そのテスト飛行来たよっていうの、まあ、今までずっと見てもらってる人の結果報告みたいな感じと、あとは DJI から戻ってきた修理品、これはねもう速やかに早くチェックしたいし飛行チェックね、確認しないと結構ね大変なことになっちゃいますよっていうね、お話です。まあ決して安くないですからね修理費用ね。はい、じゃあ飛ばしていきます。はい、どうも、今ね、とりあえず、準備をしてますけど、ね、とりあえずはうん、まあちゃんといけてそうな感じですね、うん、特に問題はなさそうな感じです。はい、まあ適当に、もうマジでねこれでダメだったらどうしようかなと。あ、 SD カード入れてないな。SD カードちょっと一応入れときましょうか。はい、とりあえずね今 SD カードも入れて、特段ね異常は出てないみたいなので多分大丈夫だとは思いますけど、まあこれで安心したらダメなんですよね。まあ実際ねちゃんと飛ばしてみてリンクがね、いけるかどうかということなんですけど、じゃあちょっと飛ばしていきますね。一応ジンバルも変わってるみたいなんで、一応のね動作チェックしときます。とりあえずは、動きはね、大丈夫そうなので次は通信距離ねちょっと見ていこうと思います。前は、もうこのくらいでもうリンクは切れてました。今回はとりあえずいけそうですね。じゃあ、飛ばしていきます。
はい、とりあえずね、今いろいろちょっと試してみましたけど、とりあえず大丈夫そうですね。通信の方がね、かなり大丈夫かどうか、通信距離はね、そのあたりが心配だったんですけど、とりあえずは問題なさそうなんで、今日のテストはね、このくらいにしておこうと思います。あとはマビックエアね、実はまだ帰ってきてないんですよ、機体自体ね。だけど、それはね、もうね、僕が修理に出したそのままの機体が変装されてくるんで、特段ね、そういうトラブル面ではね、問題っていうか、なんか心配事はないんですけど、まあ逆にね、大丈夫っていうか、なんていうかな、そう、 DJI の対応に対してね、ちょっとね、ムカムカ最近そればっかりやねムカムカ来ることが結構あったという話をね、またちょっとね、他の動画でしようかなと思います。はい、ということで、またね、いろいろ、最近ドローンネタ続いてますけど、特段ね、ネタ絞ってやってるわけでもないんで、もう興味あることをね、いろいろやってるんで、興味、皆さんもね、興味あれば見ていただけたらと思います。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。